馬の後足のひノめ。ノロジカのひずめ。馬のひずめの断面図。ひずめは、哺乳動物が獅子端に持つ角質の器官。爪の一種である。平たずめや鍵爪と比べると厚くて、大きく、硬い。指先を幅広く被って、前に突き出している。平たずめが、指先の保護機関。鍵爪が引っ掛けるための器官であるのに対し、ひずめは歩行の補助。 すなわち土を蹴るための機関として使われる。これを持つ軍では進化の傾向としてひずめの実が地面について体を支え、残りの指やかかとは高く地面から離れる。また指などの簡略化が進み、骨数や指数の減少を起こす。その結果として地面を速く走ることに優れるが、指を使った細かい操作などはできなくなっている。ひずめを持つ 原生哺乳類は、以下の通り。これらをまとめたものとしてあり、ひずめ類という語もある。馬のひずめの側面。1、ひずめ間にひずめ壁ひずめ線ひずめ側、ひずめかかとひずめ玉つなぎ馬のひずめの裏。1、ひずめかかとにひずめ玉3ひずめさ4ひずめさ、中溝ひずめさそこひずめかかとひずめし、ひずめ四角ひずめ壁ひずめ不面白線ひずめさ。 ひとがりひずめ底ひずめ線ひずめ幅ひずめ側ひずめ長ひずめ底がくさび型に入り込んでいるところをひずめしといいそのくしせつをひずめし角という。ひずめ壁はひずめ線ひずめ側ひずめかかとの三部に区分している。ひずめ壁の平均的な厚さは、聖場のひずめでは前面のひずめ線部で約10ミリメートルと最も厚く、ひずめがわ、 ひずめかかとの厚さの比率が前足のひずめで4、3、2、甲子で3、2.5、2である。高さは前肢で3、2、1、甲子で2、1.5、1でひずめ線からひずめかかとに向かって次第に低くなっている。硬さはひずめ線で最も硬く、ひずめ側で中間、ひずめかかとでやや柔らかくしなやかな感じがする。ひずめ壁の下りが 地面に接するところが、ひずめ譜面である。ひずめ間の後ろにある、左右二個の球状の隆起を、ひずめ玉といい、設計の隠し粒を、ひずめさ、ひずめさの中央の溝を、ひずめさ、中溝、ひずめさと、ひずめしとの間の深い溝を、ひずめさ速攻という。ひずめの下面で、ひずめさの両面を占める、やや凹んだところが、ひずめ底である。 ひずめ底はワンをひっくり返したようにいくらか、へこんでいる。そのため、平らで硬い道路を歩くときにパカパカという音が出る。ひずめを裏返してひずめ底を見てみると、ひずめの外ベリから8から10ミリメートル程度内側に、入ったところで、ひずめ底の周囲を一周する2ミリメートル程度の、紅白色の線が見える。これが無近く部と近く部とを結合している、白線である。 この部分より内側に釘を打ち込んだりすると強い痛みを伴う。ありがとうございます。